さあ今回のゲストはジェッツ1年目から大きな存在感を見せてくれているキャプテン背番号4番ビッグロー選手です。よろしくお願いします。こんにちは。ここでちょうどオールスターブレイクでシーズン半分来たというところでちょっと振り返っていきたいんですけど、その序盤からこうアジャストしていくっていう難しさもあったと思うんですけど、こうやっぱビッグ選手見ていくと本当にどんどんこう試合を追うごとにチームにフィットしてその能力をフルに発揮しているように見えるんですけど、ご自身ではこの前半戦振り返ってどうでしたか？そのアジャストが難しいとかっていう部分ありましたか？ Man, I think with our team we just have so much talent and productivity amongst everybody. You know, just really trying to fit in and find like your spots.To be aggressive and show what you can do, but really just molding this pot of talent that we have and figuring out the best product. But I think we've been doing really well. Everyone's really adjusting and liking each other, liking playing with each other. So I think 1 through 12, 13, I think we're the deepest, best team in the league.今タレント揃いっていう話ありましたけども、ビッグ選手この歴代のジェッツの選手の中でももう身体能力もトップクラスで、もうシュートも打ててパスもできてボールも運べて、でディフェンスもしっかりやってるっていうところで、もう本当オールラウンダーっていう印象があるんですけど、ご自身の中での一番の強みっていうのは何だと思いますか？ I think my versatility just kind of being the perfect like glue guy. You know, I think we've had stretches when John has been hurt, and it's kind of Vic, can you be the big man? And I've tried to do that as best I can. And when Sota got hurt and Fumio wasn't feeling good, but can you help bring the ball up and be point guard? And I can try that too. And when Chris is out, I need you to be the shooter and score and help do things like that. So I think I was brought in to kind of be the all around guy and help fill whatever gap may be needed. So, I think I really pride myself on just being able to try and uplift wherever the team needs to help win. And hopefully, I've showed that I can do that here. もともとは別のスポーツのファンで、そうです。地が全然関係ないんですけど、はい、私はサンフレッチェ広島で、私は清水エスパルスです。なんか千葉ジェッツっていうチームがあるよっていうのを駅前とかでなんかなんだろう、ポスターみたいなの貼ってあるのを見て、そういうチームがあるんだっていうのは知ってたんですけど、見に行ったことなくって、見に行ってみようと思って一番最初来たらすっごい楽しかったので、スピードとかなんか展開めちゃくちゃ速くて目が追いつかないんだけど、なんか楽しい例えば私原選手すごい好きなんですけど、めっちゃディフェンス頑張る選手だなと思って、あすごいなと思って、それでめっちゃ好きになりました。三冠狙ってゴージェッツ。どういうつながりのかな？姉妹です。兄弟です。長女、次女、三女。どこに魅力を感じたんですか？やっぱりエンターテインメント性と、はい、なんかそのチームのバスケのスタイル、もう子育て終わって、はい、それでやっぱり趣味がなかったのが、はい、こういうきっかけがあって、はい、それで兄弟でこうワーワーやるのが、で兄も含めてみんなで、なんか、はい、で LINE があるんですよ、はい、そういう、はい、結構応援団みたいな、はい、それで共有して、ね、そう試合結果のについて語るっていう、今シーズン怪我なくみんなで、優勝しましょう。よかりに連れてってください。ゴーで。ハマりつつある。私の方が多分一番ハマってると思います。どうしてハマっちゃったんですか？西村文雄選手が好きすぎてですね。同年代っていうのもあって、はい、1個しか違わないんですけど、すごい頑張ってるなっていうところがかっこいいなと思ってます。なので、文雄選手のアパレルブランドのパーカーも買って今日は参戦してます。だから違う、大好きだから、大好きだからね。頑張れって、最後頑張れって、ゴージェッツできる、ゴージェッツ。はい、それではここから質問コーナー行きましょう。ブースターの皆さんからビッグ選手への質問を預かってますので、こちらをご覧ください。はい、ビッグ選手に質問です。好きな言葉は友達だそうですが、日本でお友達はもうできましたか？オフの時は、お友達と何して遊んでますか？
力選手のどんなところが、結構ユーモアがあって、で試合の間も熱くて、で日本に対してすごく、興味持ってるみたいで、そんなところが大好きですね。まだ来てよく知らない時買っちゃったんですけど応援しようと思って、はい、私が買うと大概移籍しちゃうんですよ。だから怖くってなかなか買えないんですけど、パーカー選手とかアキチェンバース選手とか、もう私が買うといつもはみんないなくなっちゃうんですよ。だから怖くて毎年買えなくて、あ、去年はねライターでした。ビッグ選手に質問です。日本の生活で慣れないことはありますか？ジェッツファン歴はどれぐらいですか？ちょうど6年ぐらいです。なんでこうジェッツファンになったんですか？北奈良市のでカレーや元カレーをやっていて、ジェッツの監督や選手の皆さんが来ていただいてからとてもジェッツのファンになりました。ビッグ選手に質問です。ダンスや通訳の上手なモニカさんが大好きです。彼女の魅力を教えてください。それではまず一つ目の質問です。ビッグ選手、好きな言葉は友達だと聞いてるんですが、日本では友達はたくさんできたでしょうか？そしてオフの時は友達と何をして遊んでるんでしょうか？ I would say my personality is very outgoing and inviting. I like to tell jokes and be funny. But just on the team, you know, all of the guys, you know, obviously Chris and John and Gavin, obviously having that connection of just being American and being able to speak English, but also the other guys like Taka, Rashid, Hara, Fumio, Yuki, being able to kind of go out into Tokyo and hang and let them show me the new spots or places that are fun and, you know, cool to see and try. Off days, I'm a really big video game, you know, I play video games. Love video games, love my Nintendo Switch. But the most interesting thing I've probably done so far is Yuki's taking me to food places and just made me try different, like cow tongue, cow heart, just different liver, different stuff. And I'm usually a really picky eater, so I'm happy I've been open to the ideas. これはダメだった食べ物ってあります？ Natto. No natto.大好き、マナコさん大好き。あとは開幕前に友達っていう言葉も好きだけど、金持ちっていう単語も早々に覚えてたんですけど、あれは誰に教わったんですか？マナコさん。ソタ。ソタ。ソタ。どっちの言葉が好きですか？Should I say my real favorite phrase or no? I mean, your 今の好きなフレーズでもいいですか？ああ、いいですよ。No.友達あとね、いろいろ日本の場所に連れてってもらったりしてるって言いました。逆にこうまだ慣れないなみたいなことってありますか？この日本で暮らしてて。 I shouldn't say this around Monica, but I do like to shop. I like to go to Omotesando, Harajuku and shop. And just how nice everyone is and like you may ask for something and the worker will run to go and get it. And in America, it's definitely not like that. You know, you may ask, where is this? And they're going to be like, yeah, it's over there. Here, they run to it and say, you know, give you just a very good shopping experience. そして次のそのちょっと意外な、ね、質問なんですけど、ダンスや司会の上手な通訳のモニカさんが大好きです。彼女の魅力を教えてくださいと。はい、今回 MC 担当します。踊れるモニカです。She or he has interest or like likes me to like dancing and very exciting and computer something interesting about me that you can tell the viewers or the fans or something. 自分で訳すのなんか。情報クイーン。情報クイーン。Does that mean queen? 情報。Joho, Tokyo. Wow. Monica. We go to Tokyo, she says. This is my city. Tokyo, 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 Tokyo,
それではですね、最後にビッグ選手から、後半戦向けての意気込みと、ブースターの皆さんへの熱いメッセージをお願いいたします。The Jets are playing really well. I think the motto is Jet Speed, Just Pride. I'd say we're going about as fast as we can. Hopefully we can keep this momentum going into the second half of the season. The energy in the arena has been great. I hope you guys keep coming and keep going even better.ということで今回のゲストはビッグロー選手でした。ありがとうございました。ありがとう。それではまた試合会場でお会いしましょう。 See you soon in the arena. ジェッツだぜ。どうでしたか試合は。いやハラハラしました。そうです、接戦で最後まで楽しめました。はい、今日佐藤選手のものを買って活躍してくれたんで非常に嬉しいです。今日買ったばっかりですか。そうです、今日買ってもうこのまま帰ろうかなって思ってます。佐藤選手買ったのはどういう理由ですか。いつもファンサービスで2回行った時にずっと手を振ってくださるんで、そこが男ながら来れました。佐藤選手、富樫選手、頑張ってください。 Go Jet。 今日お子さんと。お子さんは初めて。もう今シーズンはもうほぼほぼすべて、生まれてから3ヶ月4ヶ月すべて来てます。じゃあ結構詳しいんですね。そうですね、はい、英才教育は完璧でございます。あの感覚的に誰ファンですかね。ムーニーかな。はい、アウェーでもテレビ見てると釘付けになって見てますね。はい、この先もずっと、ジェッツ一筋で、皆さんのことを応援してますので、怪我に気をつけて今シーズンも乗り切ってください。じゃあせーの、ゴージェッツ。まあスポンサーのお客様、スポンサー様からチケットをいただいて、はい、今日初めて観戦。初めてですか。初めてです。バスケの試合とかも初めて。 NBA はよくあの映像で見るんですけど、 B リーグ初めてです。どうでしたか。めちゃめちゃ面白かったです。ハマっちゃいました。ハマりました。今日の試合見てどんなところがハマったんですか。やっぱあの臨場感もそうですし、なんていうんですかね、ちょっと日本のバスケをちょっと舐めてたなぐらい感じで思いました。かっこよかったです。特に どの選手の。いやもうビッグローの、はい、ビッグロー選手のめちゃくちゃなんかなんていうんですかね、器用さというかダイナミックさというか何でも兼ね備えてる感じがめちゃくちゃハマりました。ビッグロー選手、ダブルダブルを10試合続けてください。よろしくお願いします。ジェッツ。